ピッチは絶好のコンディションです。サッカーパラノイアの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は早野博さんをお迎えし、衛星生中継でお送りいたします。早野さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、早野です。よろしくお願いします。マスターリーグ第11節をお送りいたします。 KCE Tokyo Calcio de Nizza。 This program is brought to you by KCE Tokyo。 マルセイユ対バルセロナ、これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはマルセイユ、ラバネイ、デュマリー、モールス、ピレフ、ルオイ、ブロンド、ルオンドー、ガヤ、デノロー、ブナム、ホナト。続いてバルセロナ、シュナイケル、スタン、ウェスタ、ゼロベウト、ロベウトカウロス、シードルク、ダーウィッツ、ベッキャム、ケマー、ロナルド、シェルチェンコ。インターセプト、ガヤ、ヘディング、がっちりキャッチ。パスをつないで様子を伺います。ロナルド、細かくつないでシュート。モールス、シュート、キーパーファンブル、大きく前方にクリア。奪った、これから反撃だ。ピレフ、デノロー、ロナルド、出た、ピレフ、キラーパスになるのか。ロナルド、ロビング、これはゴールキック、助かりました。素早いパス回し、ブナム、スペースができている。ロベウト・カウドス、スローイン、これは気をつけないと。ドリブル突破、ウェスタ、ピレフ、さあ速攻か、ロナルド、ゼロベウト、カット、果敢にスライディング、スルー、モールス、短くつないでいる。キーパーこぼした、コーナーキックを得ました。これは惜しい。さあチャンス到来、
ヘディング、これはゴールキック、助かりました。ゴールキックになりました。つながりません。ピレーク、パスを回す、ファーポスト、空中戦、シュート、ルオイ大きくクリアしました。ベッキャム、シュート、がっちりキャッチ。出た、ロナルド、キーパーに弾かれた、シュート、ポナト、シードルク、キラーパスになるのか。パスをつないで様子を伺います。シェルチェンコ、折り返す、クロスバー、ゴール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 、ダイナミックゴール、バルセロナ。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。アクロバティックシュート、モールス、ドリブル突破、中へ放り込む。さあここからどう攻める。よくしのいだ。ボールを外に出します。スローインです。さあどう攻めるのか。スルースルー、シュート、届かない。素早いパス回し、フリーキック、ヘディングでクリア、シュート、ここで笛です。前半終了。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でも後半戦キックオフ。パスを回す、ふわっと上げる、シェルチェンコ、ファーポスト、おっとここからシュート、シュート、キーパーこぼした。ロナルド、ファーサイド、テマー、コーナーキックです。狙いすぎたようです。さあチャンス到来、スローイン、守り切った、シードルク、ブロンド、カット、シェルチェンコ、中へ上げた、ナイスセーブ、合わせた、シュート、キーパーファンブル、コーナーキックを得ました。助かりました。さあチャンス到来、
さあチャンス到来、フィニッシュまで持っていけません。ゼロベウト、シェルチェンコ、モールス、シェルチェンコ、スルー、ガヤ、ピレフ、ロナルド、折り返す、ゴール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 、見たか、ゴール、マルセロナ追加点。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、ルオイ、モールス、ムーネ、がっちりキャッチ、キラーパスになるのか、ゼロベウト、後半25分、モールス、ムーネ、ブオンド、ピレク、シュッ、決まった、シェルチェンコ、ブナム、ガヤ、スルー、キーパーに阻まれました。ロナルド、ゴル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 、ブリリアントゴール、バルセロナ追加点。さあもう一度見てみましょう。ロナルド、ボールを下げます、ムーネ、細かくつないで、グラウンダーで大きく前方にクリア、オーネン、シュート、キーパー真正面、さあどう攻めるのか、合わせた、シュート、これはクロスバーの上、おっと奪った、オーネン、カット、ヘッドで落とす、つながりません。ウェスタ、おっと奪った、ロナルド、ブナム、ナイスセーブ、ガヤ、ピレク、スルー、キーパーの頭越しに狙った、コーナーキックを得ました。
デュマリー。キーパーに弾かれた。ベッキャム大きくクリアしました。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。バルセロナ粘り勝ちです。そろそろお別れの時間がやってまいりました。冷たい雨が芝を濡らしています。アパッショナートの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は早野宏さんをお迎えし、衛星生中継でお送りいたします。早野さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、早野です。よろしくお願いします。マスターリーグ第12節をお送りいたします。 KCE Tokyo Calcio de Nizio. This program is brought to you by KCE Tokyo。本日の対戦カードはローマ対バルセロナ。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはローマ、ビレリ、サマス、マンティーニ、ネトレト、セリオ・コンメイト、アウメイダ、パヌカーロ、ファバーリ、ネスティ、ミナイロビッチ、マウケジャーニ、続いてバルセロナ、シュナイケル、スタン、ウェスタ、ゼロベウト、ロベウト・カウドス、シードルク、ダーウィッツ、ベッキャム、オーネン、ロナルド、シェルチェンコ。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって右にエンドを取ったバルセロナ、反対側左にエンドを取ったローマ、アウメイダ。つながりません。マンティーニ、ビッ、決まった。サマス、スタン、スルー、おっと奪った、ビレリ、これはファールでしょう。さあフリーキックです。ゼロベウト、ネスティ、シードルク、ベッキャム、シードルク高く上げた、ゴール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 、ブリリアントゴール。バルセロナ同点に追いつきました。さあもう一度見てみましょう。オーネン、
ダーウィッツ、キラーパスになるのか、オーネン、センタリング、コーナーキックです。シードルク、パヌカール、スタン、ファーサイド、ヘディング、マウケジャーン、マンティーニ、サマス、ババーリ、アオメイダ、シェルチェンコ、おっと倒された、レッドカード、退場です。フェアな精神でプレーしてほしいです。これは辛いですね、早野さん。そうですね、大事なところで出場停止になってしまいましたね。これはちょっとギューシューパーゴール、ゴールゴールゴール、バルセロナ1点リード。さあもう一度見てみましょう。アオメイダ、スタン、走り込んできた、体を入れてきます。さあここからどう攻める。ディフェンダーも必死です。ロナルド、よくしのいだ。シュート、これはゴールキック、しかしこれは決まらずゴールキックになりました。シェルチェンコ、さあここからどう攻める。中へ放り込む、バルセロナ、ここでスライディング、スローイン、ネスティ、オーネン、シュート、セリオコンメイト、ベッキャム、合わせた、ロナルド、上げた、ゴール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 、エクセレントゴール、バルセロナ追加点。さあもう一度見てみましょう。シェルチェンコ、戻して、セリオコンメイト、スルー、シェルチェンコ、短くつないでいる、シュート、守りきった、オーネン、シュート、フィニッシュまで持っていけません。綾野さん、惜しいシュートでしたね。今のは決めてほしかったですね。ゴールキックになりました。ボルシッチ、ゼロベウト、マンティーニ、おっと倒された、フリーキックを得ました。さて、パヌカール、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来、
オール前方にクリア。マンティーニ、ミドルシュート、コーナーキックです。助かりました。空中戦、アオメイダ、しかしこれは決まらず。マンティーニ、ドリブル突破、シードルク。ここで笛です。前半終了。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でもサポーターの熱気はひしひしと伝わってきております。さて早野さん、前半戦を振り返っていかがでしたか？はい、見どころの非常に多い内容でした。この調子で頑張ってもらいたいですね。はい、そうですね。得点は、さあ後半戦が始まります。シュート、キーパーファンブル。コーナーキックを得ました。届かない。さあチャンス到来。センタリング、コーナーキックです。さあチャンス到来。空中戦、パスを回す。前が空いた。カット。バルセロナ、さあこのまま攻め上がれるか。パスをつないで様子を伺います。シェルチェンコ、細かくつないで、ゴール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 、ダイナミックゴール。得点は4対1、バルセロナ3点リード。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。合わせた。シュート、決まった。ゴール、高ゴール。得点は4対2。ベッキャム、シェルチェンコ、ゴール、決まった。ハットトリック達成。しかしクールな彼はティフォージの激烈に静かに応えます。さあもう一度見てみましょう。シェルチェンコ、アオメイダ、ロナルド、キーパー弾いた、ネスティ、シェルチェンコ、パヌカール、短くつないでいる。あっと、オフサイド、オフサイドトラップにかかった。ネスティ、後半15分経過。ダーウィッツ、スルー、シュート、シュート、ゴール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 、アンビリバブルゴール。得点は6対2、バルセロナ大量得点です。さあもう一度見てみましょう。ロナルド、ファバーリ、中へ上げた、シュート、ナイスセーブ。
倒されません。大きくクリアしました。これはファールでしょう。フリーキックを得ました、マンティーニ。さて早野さん、どうご覧になりますか。はい、お手並み拝見といきましょう。おっと、倒された。ベッキャム、これはイエローカードを取られました。ここで熱くなってはいけません。これはちょっと危険なプレーでした。フリーキックを得ました、マンティ。シュナイケル、いけ。オーネン、つながりません。ヘルマンコール、おっと倒された。ゼロベウト、おっとこれはイエローでしょう。これはちょっと危険なプレーでした。ハイボールを競り合う、パスを回す、キラーパスになるのか。シェルチェン、ゴール、ブリリアントゴール。得点は7-2、バルセロナ大きくリードしています。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。アウメイダ、ネトレト、左へサイドチェンジ、スローイン、タッチラインへ逃れた。おっと奪った、よくしのいだ。アウメイダ、スルー、シェルチェンコ、ファーサイド、ミドルシュート、コーナーキックです。お、これは解釈の違いなんでしょうか。あれは見えてるところが違うんでしょうね。さあチャンス到来、カット、合わせた。セリオコンメイト、厳しいチェック、最終ラインの、ババーリ、守りきった。ロナルド、マウケジャーニ、フィニッシュまで持っていけません。シェルチェンコ、フェルマンコール、時間がなくなってきました。つながりません。ふわっと上げる、スルー、ロナッゴール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 スーパーゴール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 。大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。ロナルド、マンティーニ、スローイン、切れまくってます。マンティーニ、おっと奪った、大きく前方にクリア、キラーパスになるのか。カット、これから反撃だ。セリオコンメイト、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。バルセロナ圧勝です。
そろそろお別れの時間です。解説は早野宏さんを迎えてお送りしました。早野さん、どうもありがとうございました。失礼いたしました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。フットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。 KCE TOKIO Calcio di Nizio This program両チームピッチに散りました。さあキックオフです。おっと倒された。フリーキックを得ました。オーネン、さあ立ち上がり慎重に攻めたいところ。シェルチェンコ、ロナルド、おっと奪った。チコフ、キラーパスになるのか。カット、夜ロビング、コーン、シュナイケル、ロナルド放り込んできた。ベッキャム、ダーウィッツ、スルー、素早いパス回し。シェルチェンコ、センタリング、ヘディングでクリア。ドリブル突破、大きくクリアしました。スローイン、中へ上げた、頭で合わせた。シュナイケル、ヨルク、ウェスタ、アジャマ、スコーリス、ポスト直撃、よくしのいだ。ロナルド、オーネン、シュート、守りきった。シュート、これはゴールキック、惜しい。美学の追求にストイックになりすぎたのか。もう少しシンプルなプレーを心がけてほしいですね。ウェスタ、ロナルド、合わせた。セッ、ゴール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 、決まった。バルセロナ見事な先制点。さあもう一度見てみましょう。ケルチェンコ、ローキーヌ、
スコーリス。スペースを使う。さあここからどう攻める。アーミン。さあここからどう攻める。中へ放り込む。エミオット。キラーパスになるのか。ローキーヌ。ヨルク。ヘッドで落とす。ロナルド。放り込んできた。センタリング。ゴール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 。中へ上げた。逆取り。シュート。切れまくってます。ヘドナン。ヨルク。アジャマ。フィニッシュまで持っていけません。パスをつないで様子を伺います。ロナルド。決まった。ゴール。ブリリアントゴール。バルセロナ1点リード。さあもう一度見てみましょう。叩きつけるようにシュート。おっと奪った。ロナルド。さあどう攻めるのか。ナイスセーブ。オーネン。シェルチェンコ。折り返す。クロスバーに当たった。前半戦終了です。リザーブの選手が体を動かしています。さあ早野さん。さあ後半戦キックオフです。ローキーム。ロベウト・カウロス。シェルチェンコ。ロナルド。ヨンゼン。スコーリス。ヨルク。アジャマ。中へ放り込む。スローイン。パスを回す。ヨルク。パスをつないで様子を伺います。ダウン。ゴール。スーパーゴール。ゴールゴールゴール。バルセロナ追加点。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。
一旦戻す。ウェスタ、つながりません。走り込んできた、シュート。後半15分、シードルク、シュナイケル、ヨルク、フリーキックを得ました。早野さん、今のシュートキーパーの頭上を大きく超えてしまいましたね。あれはちょっと狙いすぎたかもしれませんね。ベッキャム、ロナルド、細かくつないで、ヨルク、重なってしまった。合わせた、ヨンゼン。さあここからどう攻める。放り込んできた、フリーキックを得ました。ロベウト・カウロス、去る物理学者をして研究してみたいと言わしめた黄金の左足、得意の ドリブル突破、シュート、ヘドラン。これはファールでしょう。うわー、これキーパー正面。シェルチェンコ、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。シュート、バルセロナ。さあこのまま攻め上がれるか。ロナルド、おっと奪った、さあどう攻めるのか。シュート、カット、マークを振り切った。ベッキャム、コーン、出た、シェルチェンコ、キラーパスになるのか。シュッ、ゴル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 、エクセレントゴール。コーン、ロベウト・カウロス、ロナルド、素早いパス回し。さあここからどう攻める。これはゴールキック、ゴールマウスに嫌われた。シュート、ギュッ、ローキーヌ、コーン、ザンブカッティ、これはファールでしょう。ロナルド、シェルチェンコ、ザンブカッティ、バルセロナ。さあこのまま攻め上がれるか。ロナルド、おっと奪った、コーン、ロナルド、カット、シードルク、オーネン、シェルチェンコ、パスを回す。さあここからどう攻める。ミドルシュート、おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。バルセロナ、接戦をものにしました。
残念ですがこの辺で。さあ試合開始です。画面に向かって左から右へ攻めるのがバルセロナ、反対に右から左へ攻めるのがロンドン。スルー、中へ放り込む、決まった、ゴール、スーパーゴール、ゴールゴールゴール。バルセロナまさに電光石火、あっという間にゴールが決まりました。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。ヘルチェンコ、ファンホンテレン、ロナルド、ヘッドで落として、つながりません。アメリカ、10分過ぎました。バルセロナ、さあこのまま攻め上がれるか。シェルチェンコ、アダモス、ふわっと上げる、おっと奪った、プレイ、放り込んできた、ゼロベウト、シーナン、カット、さあどう攻めるのか、オーネン、シェルチェンコ、シュッゴール、エクセレントゴール、バルセロナ追加点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、マイナス方向へのパス、シェルチェンコ、前が空いた、つながりません。ベウカンプ、おっと奪った、ベウカンプ、スルー、ディキソン、シェルチェンコ、センタリング、
ゴル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 ダイナミックゴール。得点は3対0バルセロナリードしています。さあもう一度見てみましょう。テーマー前半30分過ぎました。ベッキャムカットロナルドシュートー交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。ケマこれは助かりました。おっと選手の交代が行われる模様です。ロナルドスルーウィンターバンヘッドで落とす果敢にスライディングパーラービハス戻してロナルドグオー得点は4対0バルセロナ大量得点です。さあもう一度見てみましょう。叩きつけるようにシュートチャンスを伺います。ウィンターバンパスを回す中へ上げた空中戦ロナルドシュートシーナンつながりません。前半戦終了です。リザーブの選手が体を動かしています。さあ早野さん前半戦を振り返ってどうですか。はい見どころの非常に多い内容でした。この調子で頑張ってもらいたいですね。はいそうですね。得点は4対0バルセロナ大きくリードしています。しかしこの中盤は全く疲れ知らずの運動量を誇ってますね。そうですね汗っかきというあだ名がついている選手もいるくらいですから。それでは間もなく後半戦です。さあ後半戦が始まります。プレイビハスシェルチェンコゴール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 くぅ決まったハットトリック達成怒涛のゴールラッシュ快挙です。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ ビレイラ後半5分経過しました。大きく前方にクリア。アジャマ。おっと奪った。シェルチェンコ。ケマ。バルセロナ。パスをつないで様子を伺います。合わせた。細かくつないでキーパーに弾かれた。大きくクリアしました。
折り返すビハス、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。さあチャンス到来。ベッキャム、さあアメリカ、ダーウィッツ、ここは一旦キーパーに預けます。アメリカ、キラーパスになるのか、ロナルド、さあここからどう攻める。頭で合わせた。ウィンターバーン、コーナーキックです。直接狙ってくるのか。ゴール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 、アンビリバブルゴール。得点は6-0、バルセロナ大きくリードしています。シェルチェンコ、アダモス、味方がいない。スローイン、おっと奪った。スローイン、後半25分、シードルク、ロナルド、走り込んできた。ビハス、ロナルド、これは危ない。ビハス、シェルチェンコ、シーナム、よくしのいだ。さ、アメリカ、キーパー正面、スルー、スルー、決まった。ゴール、ブリリアントゴール。得点は7-0、バルセロナ大量得点です。さあもう一度見てみましょう。叩きつけるようにシュート、後ろに戻します。ベッキャム、キラーパスになるのか、ロビング、守り切った。スルー、センタリング、スタン、フィニッシュまで持っていけません。プレイ、試合終了です。バルセロナ圧勝です。
そろそろお別れの時間です。解説は早野宏さんを迎えてお送りしました。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって右にエンドを取ったバルセロナ、反対側左にエンドを取ったミラノ。つながりません。グレウ、ロナルド、中へ上げた、ゴール、アンビリバ。一旦戻す。おっと奪った、ロナルド、カット、つながりません。前が空いた。フリーキックを得ました。ヘマー、壁を作ります。おっと倒された。さあシードルク、ロナルド、走り込んできた。ここでスライディング、バックパス、シェルチェンコ、ロビング、コーナーキックです。さあチャンス到来。ババンギタ、ウェスタ、しかしこれは決まらず。さあハヤノさん、今のシュートキーパーの頭上を大きく超えてしまいましたね。あれはちょっと狙いすぎたかもしれませんね。ロベウト・カウロス、つながりません。ベッキャム、おっと奪った、ヘマー、ゴール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 、ブリリアントゴール、バルセロナ追加点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。
ヘルゼク、合わせた、出た、ウェア、スタン、大きく前方にクリア、シェルチェンコ、さあここからどう攻める、ゴール、スーパーゴール、ゴールゴールゴール、得点は3対0、バルセロナ3点リード。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。パスをつないで様子を伺います。細かくつないで放り込んできた。ビアモフ、カット、ウェスタ、ドリブル突破、センタリング、シュート、がっちりキャッチ、ビアモフ、つながりません。ビアモフ、ドナトニ、ウェスタ、キーパーにバックパス、大きくクリアしました。スローイン、ロナルド、上げてきた、ビアモフ、シュート、これはコーナーキック、これは惜しい、直接狙ってくるのか、よくしのいだ。コスタクータ、ベッキャム、ドリブル突破、守りきった、スローインです。さあフリーキック、おっとここから狙えるのか、アンブローニ、キラーパスになるのか、ゴール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 、エクセレントゴール。得点は4対0、バルセロナ大量得点です。さあもう一度見てみましょう。ウェア、ここで笛です。前半終了。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でもサポーターの熱気は後半戦キックオフ、ボールを持たせています、折り返す、ヘディングでクリア、アンブローニ、さあフリーキックです。ボパン、よし抜いた、ビアモフ、シェルチェンコ、
ゴール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 ダイナミックゴール、ハットトリック達成、怒涛のゴールラッシュ快挙です。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。ベッキャム、ドリブル突破、中へ放り込む、ヘディングでクリア。スルー、シェルチェンコ、危なかった。コーナーキックです。さあチャンス到来。ベッキャム、ファーサイド、頭で合わせた。ゴールマウスに嫌われた。短くつないでいるシェルチェンコ、ロビング空中戦、ベッキャム折り返す、パスを回す、パスをつないで様子を伺います。ケマー、おっと奪った、中へ放り込む、コーナーキックです。直接狙ってくるのか、シュート、合わせた。これはファールでしょう。ヘッドで落とす、ヘッドで落とす。ビアマフ、放り込んできた。ロナルド、スルー、シュート、ヘマ、シュート、決まった、ゴール、ゴール、ハットトリック達成、見事なパフォーマンスを見せました。すごすぎる。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、ババンギタ、シェルチェンコ、矢のようなドリブル、センタリング、コーナーキックです。さあチャンス到来。キラーパスになるのか、シュート、これはゴールキック、しかしこれは決まらず。ヘマー、ビアモフ、ボパン、走り込んできた、ここでシュート、コーナーキックをした。いや惜しい、しかし感じていますね、お互い。そうですね、この2人の一体感は素晴らしいですね。直接狙ってくるのか、シュート、重なってしまった。一旦サイドチェンジ、よく見ています。合わせた。さあここからどう攻める、ヘディングでクリア。ウェイヤー、出た、ボパン、ビアマフ、ここからループシュート、これはゴールキック、これは惜しい。シェルチェンコ、細かくつないで、さあここからどう攻める、
ゴール！くぅ！決まった！得点は7対0。バルセロナ大きくリードしています。さあ、もう一度見てみましょう。こうして見ると、すべてのパワーを額へと集中させているのがよくわかります。ボパン、ヘマー、キーパーの頭越しに狙った、キーパー真正面、これはピンチ、中へ放り込む、ロベウト・カウロス、コーナーキックを得ました。ビアモフ、スタン、シュート、これはコーナーキック、助かりました。さあ、チャンス到来、キーパー弾いた、コーナーキックを得ました。狙いすぎたようです。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。バルセロナ圧勝です。そろそろお別れの時間です。解説は早野宏さんを迎えてお送りしました。早野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。フットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。 KCE TOKIO カルチョディニッツィオ。 This program was brought to you by KCE TOKIO